オタファの秘密基地。どうもご覧の皆さん、新年明けましておめでとうございます。オタファです。今年一年もよろしくお願いします。早速なんですが、今日はタイトルの通りです。それでは行きましょう。15名様におもちゃが当たる、オタファお年玉福袋プレゼント企画だというわけでまさかのプレゼント企画です。 まあ、プレゼントはどういうものかという間にね、ちょっとね、これを見ていきましょう。ちょっとさっき、あの、お餅を買ったら、これ、合格祈願のお餅でした。<laughs> まあ、何かに合格するでしょう。縁起ですね。それから、今年2017年は、鳥年です。というわけでね、たまたま、あの、トリプターがここにあったんで、あ、これちょうどいいや、ということで、今並べています。さあ、それでは、プレゼントを発表します。今から僕が言う、3つの賞。 のうち、どれか一つを選んでください。1、トランスフォーマー賞。その2、仮面ライダー賞。そして最後、3、その他のおもちゃ賞。それぞれの賞で各5名様、抽選で全部合わせて15名様にプレゼントが当たります。 で、ご注意いただきたいんですけども、このプレゼントはどういったものが入っているのかということなんですけども、まあタイトルの通り、福袋となっていて、中がどういうものかわからないんですよね。いつものプレゼント企画だと、これ、これ、これっていうのがあったんですけども、今回は僕があの、今もやってるんですけども、大掃除を今してて、で、 例えばトランスフォーマーだと僕は海外版と国内版を両方持ってたりとかしてさらに色違いのものをいくつか持ってたりとかするんですよね。で、今掃除しててかなりそういうものが出てきたんで、まあ僕が遊んだトランスフォーマーがこうジップロックの中に入ってて、まあそれがいくつか入っているようなプレゼントになってます。で、その中には海外のハズブロトランスフォーマーのものもあれば国内の宝富のトランスフォーマーもあったり、中には あの、僕がいつもレビューしてる、いわゆるトランスフォーマー筆跡、ぽい人なんかも入ってたりします。で、その中には説明書などが入ってないかもしれないんですけども、それでも良ければ、ぜひご応募ください。それから次の仮面ライダー賞も同様で、まあ、僕が遊んだもので、箱や説明書がないものも一部あります。そして、その他のおもちゃっていう、えー、ところがあるんですけども、まあ、これは、簡単に言うとトランスフォーマーと、えー、仮面ライダー以外のおもちゃになりますね。 何が入ってるか楽しみにしてください。まあ、ちなみに、ちなみになんですけども、一つだけ、えー、新しい新品のものを用意していて、まあ、これが特徴に当たるのかなそれが、去年の2016年、オタファが本当に買ってよかったおもちゃ、ベストワンに輝いた、VF31J ジークフリード。マクロスデルタのおもちゃになります。特徴はこれが当たります。で、これは開けてないですね。今回の福袋のために <laughs>、 僕がもう一つ買いました。当たった方はラッキーですね。応募方法はとっても簡単。まずは僕のこの YouTube のチャンネルを登録してください。次、この動画の下の概要欄のところに応募フォームのリンクがあります。こちらからたどって必要事項を記入してご応募ください。応募期間は本日1月1日から1月7日土曜日の24時まで。 なお、当選者の発表なんですけども、当選の発表は当たった人にだけ再度お知らせメールが届きます。ちなみにこれは前回のクリスマスのあのプレゼントも同じです。抽選で15名様に当たるお年玉福袋プレゼント企画、どしどしご応募ください。というわけで始まりました。2017年。今年もとにかく健康で楽しく一生懸命レビューを頑張りたいと思います。これからもオータファーをどうぞよろしくお願いします。 それでは次の動画でお会いいたしましょう。おたまでした。どしどしご応募待ってます。またねー。